時間になる。モテフラさん、この後このアルテミス賞ですけれども、はい、当初なんか名前を間違ってたというのは本当だったんですか？そうですね、アルテミンだと思ってて知らなくてツイッターに、うん、なんか頭痛薬みたいな感じだった。そうですよね、はい、そう単純に間違った。そうですね褒まれちゃいそうですけど、しっかりじゃあこのアルテミス賞で、はい、うん、もうそこから間違ってないんで、はい、まあこういう大きいところを走れるということで、そうですね、うん、やっぱもうこういう初の大きいレースで、うん、あのファンの方に、うん、投票で選んでもらったので、うん、やっぱり恩返しのできるような走りがしたいなと思います。そのファン投票結果を聞いた時っていうのはどうでしたか？いや私絶対入ってると思わなかったんですよ、うん、で入ってたんでちょっとびっくりでしたよね、うん、周り強い選手ばかりなんで、うん、やっぱ頑張らないとなって思います。その中最近の走りぶりでいくと、そうですね、発表されたのが、うん、あの地元の奈良、あの奈良の開催の時からそこから決勝4回中3回走ってるんで、うん、まあ調子もここに向けて上がってきてるかなと思います、うん、この強敵の中でまあ何ができるかというところですけど、そうですね、あのしっかり次につなぎ、あの、うん、この大きいレースでまたこの後のレースとかもまた変わってくると思うので、うん、しっかり頑張りたいです。でもやっぱりその自力というか立て足をどっかで出せるような、そうですね、チャンスがあれば、うん、やり出してみたいんですけど、うん、せっかくなので、うん、出したいなっていうのもあります。ちょっとじゃあ一撃狙って、はい、ファンにいいところに、はい、頑張ります。そのガールズチェーンズのいわゆる広告塔というんですか、その広報役の仕事もいろいろされている、その、はい、分がファンの、その支持につながっていると思うんで、うん、そういう努力も実ってよかったなと思います。そうですね、またこれからも頑張って、はい、ありがとうございます。